早速演舞に入りましょう。まずは第28回よさこいソーラン祭りのジュニアファイナル受賞チームに登場していただきます。前回中学生以下で構成されたチームによるジュニア大会を勝ち抜いた2チームに演舞を披露していただきます。はじめに踊っていただくのは前回準ジュニア大賞を受賞したエジェックキッズの皆さんです。平均年齢11歳、あふれる笑顔と飛び出す元気をモットーとし29名力を合わせ練習してきました。鳴子に加えライセンス、フラッグ、パーランク等の手具を使ったパワフルでアクロバティックな演舞に注目してください。太平洋の荒波を越えてここに集いしエジェックキッズ光をまといただいま参上。Thank you.